しめ町の家電料理花にお邪魔したいと思います。こんにちは。あ、いらっしゃいませ。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。一番最初にお店の紹介をしていただきたいなと思うんですよ。お店始めてもう19年になりますけど、大分の方でから私が田舎の料理をしてましたもんですからね、それで大分の料理を、まあ、ここで出そうかっていうことから始まってですね、おかげで鶏天とか団子汁とかが皆さんに喜んでいただいております。本場の味がここ締め待ちでいただけるってことですよね。そうですね。だから大分の方が時々見えてからね、ああ懐かしいとか言っていただきます。メニューの中では、はい、その団子汁と鶏天が一緒にいただける、ね、セットもありましたね。はい、それもありますけどね。もうその中でもこのこだわり、こだわりって言ったら、大分のお醤油、それから大分のお味噌を使ってます。やっぱり本場のね、味をっていうことですよね。そうですね、はい、私はね、中学ぐらいの時から笹栗さんをお参りしてたんです。父と母とね、3人でね。だからもう遠足気分でね、88箇所お参りに行ってたんです。はい、月参りしたりとかね、飯塚からね、一番近い焼き山峠をね、通りましてね、で出会を過ぎてからすぐバス停降りてから野見山さんっていうところまでね、歩いて、で野見山さんからぐるっと回ってね、南蔵院までお参りして、そんな風にして ね、結婚するまで毎月月参りしてました。その南蔵院以外にはなんかよく行かれるところとかってありますか？そうですね、若杉さんとかね。もう若い時は若杉さんにはもう1ヶ月に1回は絶対行ってましたね。もうそれはなんかこう山に登る、山に登るっていうことでね。それは奥の院とかじゃなくて、奥の院に行ってました。山にあそこまで行ったのも、奥の院でお参りする、うん、だから朝早く出れって言ってましたし、父がね、遅く行ったら危ないけ、早く行って早く帰ってこいって言うない、うん、じゃあもう一人で行ったら、一人でしょっちゅう行ってた。坂をね、登ってね、でね、20年ぐらい前にですね、ここを始めた頃かに、笹栗さんは88箇所お参りしたんですよね。そしたらその時にね、もうわあこんなとこ歩いてたんやなっていうになってからね、昔の面影はありましたけどね、まあ変わらない景色、そうですそうです、懐かしいなって、本当壊されてないですからね、自然がね、だからね、あれはもう、いいなと思いますけどね。いいですね。今ね、すごくなんかこう笹栗の魅力っていうのもね、聞かせてもらいましたけど、逆に今度その笹栗でなんかもっとこうすればいいのにって課題とかって何だと思います？やっぱりあれだけ有名なね、そして昔からの寺院があるんですからね、それをやっぱりね、皆さん大事にされてるから、それをもっとね、こうなんですかね、洗礼するって言ったらおかしいんですけどね、昔ね、私がね、20歳頃はね、ものすごいお参りが多かったんですよ。だからね、だから時代かも分かりませんけど、その多かったのは88箇所をお参りされる人がもういっぱいだったんです、だからね、こう順番でね、寺院に小さいお寺はもう順番で入らんと入れないぐらい、もうそれぐらい皆さん見えてましたよ。そうだったんですね。そうです、私が20歳頃ね、最近ですよ、60年ぐらい前だから、何ですかね、今でもお参りがあってますからね、それでやっぱりね、もうちょっとどうかされたらね、いいんじゃないかなと思ったりはしてますけどね。若い人たちにね、足を運んでもらってね、そしてね、やっぱりおかみさまやない仏様とかおかみさまのね、お加護をいただくような、そういうこうあれをね、皆さんこう心に持っ
ね、偉そうには言えませんけどね、そうしてもらいたいなと思います。家電料理花さん、ありがとうございました。